アウトランはセガエンタープライゼスのドライブゲーム。オリジナルプラットフォームは1986年9月より日本のアーケードゲームとして稼働を開始。AC 版の基板は本作用に開発した専用のものを使用している。アーケード版の発表以降、セガマーク3、MSX に PC エンジン、メガドライブ、ゲームギアなど、 多数の家庭用ゲーム機に移植されたほか、日本国外では、アミーガ、アムストラッド CPC、アタリ ST、ZX スペクトラム、コモドール64、PC、a t 互換機などにも移植された。ゲーム史、ゲームエスト市場で行われていた、第1回ゲームエスト対象において、対象4位、ゲームエスト読者の人気投票による、ゲームエストムック、ザ、 ベストゲームでは第11位ファミコン通信のクロスレビューにおいてはメガドライブ版が合計30点でシルバー電動入りを獲得したセガは1985年にリリースした体感ゲームハングオンが大ヒットしたことを受け同種の大型稼働型 AC ゲーム開発に注力ハングオン以降に出たスペースハリアーエンデューロレーサーに続く 体感ゲーム第4弾として本作がリリースされた。アフターバーナーと並ぶ体感ゲームシリーズの代表作である。一般的にドライブゲームといえば他者と競いトップを目指すレースゲームであることが多いが、このゲームはそれだけではなく、日本国外の行動をステージとし、異国の光景と本作のために作曲された数々の音楽と共に運転自体を 楽しむという要素が多分に含まれる。このゲーム性とは別に、ゲーム内には俗に、スーパーカーとも呼ばれていた海外の名車を想起させる、姿で描かれた登場する、数々のマシンも、大きな魅力の一つである。自社は、フェラーリテスタロッサをモチーフにしており、ゲーム上の最高速も当時のテスタロッサが、公式発表していた、時速2 9 3トルであった。 なお、コース上に登場する一般車両は、フェラーリ 365GTS、4デートな、フェラーリ 288GTO、フォルクスワーゲンビートル、シボレーコルベットなどに似たものが見られる。そしてアーケード版の真っ赤なボディに、大きな画面とスピーカーを備え付けた、可動筐体は、多くの人の関心を集めた。ソフト面では、新、旧2種類のバージョンが存在し、 それぞれステージ構成が異なる。日本国内では出荷時期の違いによって両方のバージョンが流通した。海外では新バージョンのみのため、旧バージョンは国内版、新バージョンは海外版とも呼ばれる。各所を舞台にフェラーリテスタロッサ風のオープンカーを運転し、制限時間内に次のチェックポイントに到着する。全部で5ステージ。 1>, 1から4ステージの後半には分かれ道が現れ、どちらかを選択するかによって16通りのルートが選べる。このゲームにはハイスコア集計に影響を与えた裏技として、プレイヤーがエンジンギアチェンジを連続して行うことで、自社がコースから外れても速度が低下しないという現象を人為的に発生させる。俗にギアガチャと呼ばれる行為が有名である。 ギアガチャの習得は、多少のコツはいるがさほど困難なものではなく、通常のプレイではありえない大胆なショートカットを行うことが可能となる。しかし、プログラミングのバグを利用した開発スタッフが想定していない技なので、セガ社員、片桐大一が後年受けたインタビューによると、挙動部分のプログラマースタッフに当時、ギアガチャの話を振ったところ苦い顔をしたという。 これを用いた双方が発見、使用されると、それまでの全国集計ハイスコアランキングが一変した。そしてこの技が、雑誌、ゲームストや、マイコンベーシックマガジンなどで紹介され、波打ち座や、コーナーイン側の障害物の、さらにイン側を最高速で走るという衝撃的な、画面写真とともに、全国のゲーマーの間に広まっていった。さらに、 スタート直後とクラッシュからの再発進時に車両の回転数を合わせて発進と同時にアクセルを踏み込み前述のギアガチャと絶妙なタイミングで組み合わせると最高速が通常を超え時速 294km になるという裏技も発見された前述のギアガチャのようにグラベルに乗る手前と乗った後で行うだけでなくターマック上でもギアガチャを 継続的に行えば時速 294km は維持できるという成功にはかなりシビアなタイミングが必要であったがうまくいけばゴール時に残るタイムがそれまでのものとは比較にならないほど多くなりゴール時のタイムボーナスが加算されればハイスコアも必然的にアップする技の存在を知ったプレイヤーは事故を起こすかゴールするまでの間を常に ギアガチャと組み合わせて行い、記録はさらに塗り替えられていった。後年の家庭用ゲーム機に移植された版では、全く再現されなかったり、ほぼ再現可能にしてあったりと、まちまちになっている。スイッチ版では、完全再現されている。なお、これらギアガチャ系の裏技をオリジナルのゲーム筐体で、行うことはパーツに著しいダメージを与えるため、 プレイさせる側にとっては好ましいものではなかった。鈴木博士、石井王子らは開発に先立ち、ヨーロッパで約2週間のロケ班を行った。ドイツ・フランクフルトを出発し、ロマンティック街道を通り、アルプス山脈を越え、イタリア・ローマに到着するまでの工程を、BMW で走行し、ルーフに取り付けたカメラで撮影した。この際、 ドイツの高速道路アウトバーンで190キロ以上のスピードを出したがメルセデスベンツにあっさり追い抜かれたというアーケードゲームにおける筐体は全4種類が確認されているすでに製造から数十年を経過していることもあり日本の商業施設で実際にムービングする状態で稼働している筐体は少数になっているデラックス版の場合 ウェブ上では2019年5月の時点で一箇所確認できるのみとなっている。セガ自身は某所にある自社の専用倉庫にデラックスタイプを一般非公開で保管しているほかコックピットタイプではあるがかつてセガが直営していたセガ秋葉原3号館で設置、稼働している実例が確認されている。アーケードゲーム版 BGM ゲームミュージックは マジカルサウンドシャワー、スプラッシュウェーブ、パッシングブリーズの3曲。レース開始前にカーラジオを模した、表示画面で選択する。後年の移植時に追加された、オリジナル BGM については、移植版の各機種解説を参照。これら BGM の楽譜は、マイコンベーシックマガジンに掲載されたほか、アルファレコードの GMO レーベルから発売された、サントラエル P。 セガゲームミュージックボリューム1などに付属していた。また、セガサウンド部門関係者を中心に結成されたゲームミュージックバンド SST バンドによるアレンジ曲の CD も後に GMO 関係者がポニーキャニオンから立ち上げたサイトロンレーベルより多数リリースされている。なお、パッシングブリーズのタイトルは最初はパッシングウィンドで これは、おならを意味する言葉と後で分かり変更を余儀なくされたというエピソードが存在する。さらに、本来、パッシング・ブリーズとスプラッシュ・ウェーブはタイトルが逆で、製品化段階の手違いで今の形に入れ替わった。なお、同社の初音ミク、プロジェクト・ディーバー・アーケードで、クセモノ・ピーが歌詞をつけた、マジカル・サウンド・シャワーがプレイできる。ゲーム誌 ゲームスト市場で行われていた第1回ゲームスト大賞において総合4位を獲得、その他にベストエンディング賞で5位、ベストグラフィック賞で5位、プレイヤー人気で1位、大型筐体ゲームベストインカムで1位を獲得した。1991年にそれまで発売されていたアーケードゲームすべてを対象に行われたゲームスト読者の人気投票による ゲームストムックザベストゲームでは11位を獲得同誌では当時のプレイヤーをうならせたのはやはりリアルなグラフィックから伝わってくるスピード感と爽快感だろうグラフィックの美しさコースを選べるといったゲーム性の高さ操作性の良さなどが加わってマニアから一般客まで非常に広い層に受け入れられる大ロングヒットとなったと評しているゲーム誌 ファミコン通信のクロスレビューでは7.68.5の合計26点。月間 PC エンジンでは85.7070.8080の平均77点。丸勝チ PC エンジンでは7.77.7の合計28点。PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており20.96点となっている。また、 この特典は PC エンジン全ソフトの中で265位となっている。下記は非公式のゲームデータベース。ありがとうございます。